ではですね、ストレート6というエフェクターについて、ちょっと紹介してみたいと思います。で、このエフェクターはチューブ内蔵ということで、でコントロールがボリューム、ベース、トーン、ゲイン、そしてブライトのオンオフなんですけれども、ちょっとオフだとこんなサウンドですね。今ジャズ子直結なんですが、これがオンです。で、サウンド的にはですね、非常にやっぱりチューブならではの感じっていうか粘りは、すごい感じます。で、例えばボリュームを絞った時とかにそれは出てくるんですけれども、こんぐらいですね。でこの辺がなんかこうニュルッとこうついてきてくれるみたいな感じっていうんですかね、膨らみを感じます。で、このそうですね、このベースのこのつまみ、これとかね結構効くんですが、例えば、全部絞っちゃいます。そうすると相当いなくなります。で、上げるとこのように結構、持ってくれる感じですね。で、トーンもですね、僕の場合は割と下げ目が好きなので下げてるんですが、上げるとかなりいくわけです。で、これはアンプの特性とかによってかなり変えることで大概のサウンドは出せるんじゃないかと思います。何しろこうレンジの広さとか、あと強弱において、そうですね、音色がいろいろ切り替わってくれるっていうか、その辺は非常に僕は、扱いやすくて、好きです。ただ強弱とか音色の変化がそのまま反映されるので、平たくこう行きたいと思った時には平たく本当に弾けないと平たくならないと言いますかね、正直に出ちゃうっていう感じはあります。というわけで玄人好みで、僕はすごく好きな、歪みのエフェクターです。